コバマーティンである役は現在が中日楽天に在籍した内野外野ともに守れるユーティニティプレイヤー岩崎達彦さんの凄さいます。達さんって呼ばれてますね。俺流落合時代に確かに体操要員守備固め要員としてほとんど起用したそうでございます。俺流の采配すごく、まあ2連覇に貢献はしましたが、あんまり程度高木森道監督と衝突あり、まあ楽天トレード、まあ楽天でもまあ何試合か出てスタメン出た年もありましたけどもね。はい、確かに体操要員楽天でもスタメン起用もあったけどね、中日に戻って1試合だけで引退したそうです。確かに俊足高打でございます。以上です。バイバイ。